黒い画集証言、証言は、松本清張の短編小説。週刊朝日1958年12月21日号から12月28日号まで、黒い画集第2話として、掲載、1959年12月に、短編集、黒い画集に収録の一編として、公文社より刊行された。 黒い画集あるサラリーマンの証言のタイトルで1960年に、東宝で映画化、また6度テレビドラマ化されている。大森に家族を持つ石野定一郎は、丸の内勤務の課長、会社で使っていた女、梅谷千恵子を愛人として囲い、西大久保に住まわせていた。12月14日夜、石野は見送りたいと申し出る千恵子と一緒に、彼女のアパートを出る。 一目もあることから知恵子より少し間を置きともに大通りへ出ようとしたところ大森の自宅近所に住む保健の外交員杉山構造に突然頭を下げられ石野は反射的に頭を下げ返礼してしまう帰宅後妻には渋谷で映画を見て遅くなったと取り繕ろうがその夜から杉山が自分の不審な所在を吹調しないかと不安になる2週間後 突然会社に刑事が訪れ、向島で起こった殺人事件に関する杉山のアリバイについて、石野は証言を求められる。映画タイトル、黒い画集あるサラリーマンの証言。1960年3月13日に、東方形にて公開された。1960年、キネは順法ベスト展第2位。原作の松本清張が賞賛した作品の一つ。現在は、 DVD 化されている。大森に妻子を持つ石野定一郎は、丸の内にある大手繊維会社管財課の課長、部下である梅谷千恵子を愛人として囲い、西大久保のアパートに住まわせていた。12月14日夜、石野は見送りたいと申し出る千恵子と一緒にアパートを出る、人目もあることから千恵子より少し間を置きともに、大通りへ出ようとしたところ、自宅近所の住民で、 保健の外交員である杉山構造に突然頭を下げられ、石野は反射的に頭を下げ返礼してしまう。帰宅後、妻子には渋谷で洋画の日本盾てを見て遅くなったとうまく取り繕ろうが、その夜から杉山が自分の不審な所在を吹奨しないかと不安になる。2週間後、突然会社に刑事が訪れ、向こう島で起こった。 殺人事件に関する杉山のアリバイについて、石野は証言を求められる。しかし事実を証言すれば、知恵子との関係が炉となる恐れがあり、そうなれば家庭はもちろん会社においても、集大を晒し、部長職への出世すら危うくなる。こうして刑事、さらには検事、そして自宅に訪ねてきた弁護士と証言を愛願する杉山の家内に対しても、その時間には、 渋谷で映画を見ており、第一、大久保などへ出向く用事はないとカタなら姿勢を貫く。もはや杉山の死刑は、免れられない状況となり、日に日に、石野は、苦悩が募る、千恵子を品川のアパートへ引っ越しさせるものの、やがて事態は、収集がつかない局面を迎えることとなる。タラストシーンの撮影は、本物の警視庁前玄関を使って撮影されたものに加えて、 追加撮影されたものである。当初のシナリオでは、主人公が独房の中にいる場面で終わっていたが、ラッシュを見たプロデューサーの藤本雅美と黒沢明、そして橋本忍が揃って追加撮影を主張したため撮り直すことになった。しかし最初の追加撮影を撮ったものの監督の堀川は、これが気に入らず、結局再度撮り直したものを劇中で使用している。 1962年10月11日と10月12日 NHK の松本成長シリーズ黒の組曲の一作として2回にわたり放映。1965年11月23日関西テレビ制作富士テレビ系列の松本成長シリーズ枠にて放映。松本成長の証言。1984年7月7日テレビ朝日系列の 土曜ワイド劇場は国手放映。視聴率16.5%。DVD 化されている。松本成長サスペンス黒い画集、証言。1992年10月19日、TBS 系列の月曜ドラマスペシャルは国手放映。視聴率19.7%。第30回ギャラクシー賞奨励賞受賞作品。松本成長の証言。 2004年3月27日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場枠にて放映。テレビ朝日開局45周年記念企画。黒い画集証言と題し、松本清張ドラマとして NHKBS プレミアムにて2020年5月9日の21時から22時29分に放映された。物語の舞台を現代に移し、原作中の男の悲哀や、 国慶座はそのままに、主人公の不倫相手を男性に変更し、バイセクシャルや、偽装結婚などの現代的も、要素を取り入れて大胆かつ斬新な解釈により、本案し、金沢を舞台に、予想や新たな、令和版、証言として制作された。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます黒いが集ある、サラリーマンの証言に関するカテゴリー、黒いが集証言に関するカテゴリー、 ありがとうございます。